どうやら現代美術をやる場所として認知されてはいるんだけども、まあ、絵って考えた時にその必ずしも そんなに明確にじゃあそれが現代絵画なのか絵画なのかなんか古い絵画なのかなんかそういうのも境目みたいなのが見えなくなるはずなのでじゃあ、自分はその自分が今いるような立場の仕事とは明らかにまだこう未分化だった状態の絵を、まあ、見せてみようかなっていうのがまず一番最初になってそれでこの絵を選んで、でまあここに置いてちょっと長すぎましたいやいやっていうまあ始まりで、今日はその他のその人たちの絵をこうちょっと、ね、せっかく持ってきてもらってるんだけ どなんかあまりにもどういう理由で持ってきたのかその結構面白い理由の人も何人かいたのでその僕が聞いた範囲とかなんかそういうのも含めてちょっと少しなんか話をするといいかなと思って持ってきた人がだからぜひそうですね、どう何で持ってきたのかとかどうやら持ってきたのかいいですか、ね、聞いてるんですかはい、じゃあまず一番奥に超新の2持ってきたこれですね、これとそこにあるハンマーあとその赤いちっちゃい超新版のもの、うん、これ今から15年ぐらい前に書いたんですけど、あ、そうなんですね。今、まあマクライクデザイナーってやつがはいはい、そのちょっと前ぐらいにはフリーでやるようになって、でデザインの方もマッキントッシュでこうやるようになってきたものの、はいはいはい、でそのパソコンでもこの 3D ができるぞっていう、そういう始まりぐらいで、でなんかそれがすごく面白くて、で特にそのこう例えばこうデッサンの絵描くときとかこう例えばこう机の上の面を、はい、例えば描くときにこう上から結構見下ろしてやれば結構うまく描きやすいんだけど、はい、それ見えるか見えないかのギリのところが難しいじゃないですか。そうですか。でこれあそこの上の面がそう。そうですね。結構コンピューターでどうやって描いてくれるんだろうみたいなところはちょっと。で狙いだった。狙いだった。完全に CG じゃないんですね。だからいくつかの要素は写真で撮って、あ、そうですそうです。完全に CG、あの下の猫は当時飼ってた猫、あれは写真ではめ込んでる、最後はフォトショップを持ってきて合成しちゃってて、上のあの一番上のこうあれも猫、ね、銅のあれも 3D で作ってるんですけど、下の誰々のところと一緒には作れなかったからですよ。いや別々に作ってフォトショップで合成したかもしれない。ちょっと合成しちゃったけど、背景はフォトショップで作って、え、こっちとこっちって年代的にはどっちか、こっちの方が古い、あ、こっちは古い、うん、あ、こっちはフォトショップで、それがフォトショップ、あ、ショップで、え、これ手書きしたんだ、手書きじゃない、マウスを使ってこう書いてる、でイラストレーターのお仕事っていうのは手書きじゃなくて、で今も昔も、あ、イラストレーターであるデザイナーデザイナー、うん、ただこのバックっていろんな漫画になんかテレビ画面を変わってくるみたいな、こういうことは年賀状で作ったんですよ。ああ、実はハガキサイズで、はいはい、こういう、まあ、住所が、まあ、古い住所入ってるから、で、フォントで隠して、実際のハガキサイズで、まあ、リクジェットを入れた、まあ、インクすごい高いから、まあ、なるべく白い面積こういう方がいいと思うから、で、4つこう、まあ、A4 だと4枚取れるから、多少ずれたらちょっと切り替わらないみたいな考えで、ちょっとやってた。ちなみにあれは、右が余白多いんですか。ああ、そうです。それは分かんないんだけど、これこれ作ったきっかけが、当時の、あ、今でもあると思うんですけど、ヒューレット・パッカードっていう会社ありますよね。あそこが、こういう大型のプリンターの、ちょっとこう安いのを出してきたんですよね。安いのを100万円で買って。当時の価格で安いから。それを持ってたんですか。それをヒューレットパック、うん、それがまあ、持ってないんだけど、それで使ったのは、
そうだ、デザイン事務所を入れられるような価格帯のものだから、データ持ってきたらプリントしてあげますよっていうキャンペーンのことなんです。ああ、で、ついでだったら何か作ろうと思って、作って、で、まあ、出してもらって。で、その出した時のままの状態、出したままの時になぜか予約が多かったという。なるほど、まだ当時はそんなにどうなるのよくわかんないですよ。で、まあ、部屋に貼ってあったんですか、はい、これなんでこの絵を選んでるものってこれですか、思い入れがある、部屋に貼ってあって、あ、ずっと何年かずっと貼ってあったんですよ、15年。その後ちょっと大きい絵を買ったもん でその時こう丸めて、はい、で、しまって、で、今度、まあ、一昨年引っ越したんですよ。これ貼る壁がなくなって、その大きい絵を処分したんで、はい、で、これは丸めたままで、今回話を聞いて、あ、これ、これ、うん、久しぶりに貼れるんじゃないかと思って、それで持ってきたんですね。で、田中さんの話で、こう、現代美術の予備校の時に出会って、それがこう理屈っぽくって、なんか嫌だなって。当時、うん、それ読んで、僕がその、女性が1994年って書いてあったのかな、はい、で、その時の年賀状を作ったんですよ。そう。最初にこれ、まあ、貼ることを。あ、それにこれを持ってきた。ちょうど犬と猫で買ったって言ったから。長身からは、その岡崎さんが。で、こういう聞いたら、岡崎さんが入ってるもんだから、岡崎さんが長身だから書いてたんだみたいなことで、言ってもなんか、岡崎さんすごい嬉しかった。あ、そうですか。はい、すごい喜んでますと。あ、そうですか。調子とか、だから調子とかやっぱりあって、うん、ちょっと持ってきすぎかなと思った。会場で見てどうですか、こう自分の作品をこういう会場で見る。会場で見るのは特に特にのコメントです。特にないですよね。でもほら、だって隣に違う人の作品とかが来て、なんかこうそういうことに多く感じる。そうね、だから一緒に展示されてる調子いいとどう見えるかなっていうのはちょっと思ったんですけどね。あ、でも家で見てるのと違って、こういう空間に持ってくると、なかなかいいじゃんとか思って。自分の作品。自分のこと。いや、やっぱ久しぶりに見てのと。あ、そうか、丸めてたわけ。うん、久しぶりにちょっとね、ほこりとかちょっと汚れ、時代の分かるよ。時間があるから、払ってきたんだけど、ね、ちょっと弱い。ここどうなんだろうかな。ちょっとまだなんとも、なんか来るたびに作品が増えてるもんだから。正直その割と最初の頃にも見出していて、うん、これを筒から出した時に、うん、僕が思ったのは、うん、えって言ってるのに、絵画じゃないじゃん、これ。あ、そうそう、それはね、僕も最初に聞きかかったんですよ。で、絵画って何だって、で、辞書で引いたんですよ。まあ、そんな大きな辞書で、はいはいはい、したら説明が、絵しか書いてない。絵画の説明が絵なんですよ。深いな。あ、じゃあいいじゃんとか思って、すごくそれで気分が楽になる。だから、あの、確か言ったんですよ、これ CCG いいのとかで。あ、でもなんか、昨日のタリオンギャラリーで、なんていうのか感じが良くないんですけど、二層のなんとかさんっていう人の絵見たときに、あれも僕は割と近しい高校の作品で、で、プリントして買ったりとか。でもあれもまあ、一応現代絵画の展覧会に出てたので、まあ、美術館的には絵として認められるんですけど、当初は絵です。そうです。その基準から。絵なんで。でも、絵画って言うとやっぱりちょっと引っかかるものがある。まあ、その、なんか、実際英語でも難しくて、だからペインティングが絵画じゃないですか。でもそのピクチャーっていうのも絵画で、使えるんですよ。文献読むときにとか、まあ、翻訳するときも、ペインティングバックが続くと、まあ、いまいちだから、ピクチャーとか言い換えたりするんですが、ピクチャーってなんとなく写真っぽいことがあるんだけど、ネイティブに言わせると全然絵画が使えるっていう言い方をしていて、だからまあ僕らその絵画って日本語で言ってるから、なんかその絵画イコールペインティングイコール油絵だと思ってるんですけど、実際にはもうちょっと上位概念があるから、絵ですよね。絵ってこと、絵っていう上位概念があって、そこではそのイメージとして
すべてがこう等しいので、写真も油絵も CG も入れたっていう、まあ、実際にさすがにそのこういざ持ってこられるといきなりね、うん、でこれ持ってこられて、え違うと思って、でもあれ持ってきてたからちょっと分かったのかなと思ったら、実はこれはこれも CG だったかもしれない。 CG じゃないか、持ってかけだと違うという、はい。これでさ、1994年に引っかかったのは、その、あ、その受験のイメージはつまんないものだと。で、僕は同じような年代の時に、16近いんですよ、高橋さん。ああ、ああ、年が。僕もあの高校生の時に、はい、こう、理想大地とか、ヤクシスクネリスとか、ああいうのを、美術の先生が、僕、本を持ってたのを聞いて、腕、馬だよ、馬なんかつながってるよみたいな。なんか理由は分かんないんだけど、すごいかっこいいものみたいな。はいはいはい、僕ももし当時、そういうのを見せられてたら、かっこいいと思うんですけど、僕がそういうものを見せられないんで、悪い印象ばっかりですけど、あ追いつけてた。そこは何も、言葉が何も分かんないんですよ。一応説明はあるんだけど、そんな読まないですよ。写真だけ見て、めちゃくちゃ かっこいいっていうか、だから、ずいぶん感じ方違うと。そのことちょっとこう今回はやっぱりこう考えたいなっていうか、その時代の違いのところ、なかなか深いテーマを持ってきていただいたということでありがとうございます。次の人は、あ、はい、あ、これ出てきます。あ、これ、あ、そうか、いえ知ってる、知ってる、個人的にはしない個人的にはしない知ってます。え、以前、田中さんとはですね、なんていうの、あ、高です、高橋達夫なんですけど、 THTAK とか言って、田中さんとは何かの大沢雅史さんと誰かのトークの時に偶然席が隣り合わせたことがあって、僕の中ではそれが結構印象的で、最後も聴衆だったんです。で、この絵を持ってきた理由なんですけれど、2006年までにアペルというギャラリーに持っていたことがありまして、共同ですね。それで今ちょうどお話があったんですけど、二層木ひろゆき君とかにはタリオンギャラリーで展示をしていた時に、あ、しているんですけれども、アペルで彼が展示をしてくれてた時のポスターを貼っていて、会場にそれに情緒的に感銘を受けてですね、ああそういうことって大事だよねって思って、じゃあここにもアペルって文字をどっか入れたいなと思ってっていうのが一つと、あと、なんだろう、なんか何でも持ってきていいですよって書いてあるにもかかわらず、ほとんどの絵って書いてあったので、あ、弾かれる絵もあるのかなと思って、ちょっと試したいなっていうか、なんか基準を知りたい。実はなんか あれって、僕は最初あらゆる絵画描いてで、それをまあ一応大学の期間なので、今の相田さん の犬みたいなことが起きたら嫌だと言われて、はい、そういう意味でなんかほとんどのとこ描いてます。まあ、いわゆる防御上の部分っていう、はいはいはい、その部分だけなんです。あともう一つはどうでもいい話なんですけど、はい、これ実は蓋なんですよ。箱型の作品を最初作っていて、蓋部分に絵を描いていて、だから絵画だけど、僕の通常の上側とか、そうですね、そういう作品なんで、絵画のふりしてじゃないけど、いいいや、これ自体はそのアペルってギャラリーの壁とその天井の梁を描いた。あ、なんか端を持っていく。そうです、そうです。その天井と壁と梁の絵です、ね。なんかそれがこういうギャラリーにあるのも悪くないな。そうですね。はい。なんか、その、名前を見て、あ、
正直その、アセルで1回しか行ったことがないので、小田島さん、あ、はい、小田島さん、はい、というのが分かりますかね、ちょっと、まあ、イラストっぽい、イラストレーター、イラストレーターですよね、はい、で、アニュアルで1回出たじゃないですか、それこそ今、トリビアニュアルやってますけど、小田島さんが、あ、出たかもしれない、うんうん、風景じゃなくて。このキスする平野さんがやったあ、そうです。あ、フィクションだったんですフィクション、はい、あの平野千恵子さんという方が昔の時にいらして、その時に今出ていたりして見に行ってで、まあ小田島さん、まあ、僕昔共同住んでたんで、はい、そのアペルを見に行った時に、はい、だからそのあこれは多分こうイラスト的なねものをこう美術として展示をするところなんだと思っていたんですけど、オーナーだったんですよね。で全然そういうつもりは僕はなかったんですけど、結構まっとうなっていうか、もろ直球の。ミニコミ的な。こういうね、雑誌作ってたり。ミニコミを作ってました。もともと雑誌作っていて、その後も一緒に見たので、5年ぐらいで辞めちゃったんですけど、田島市としてのアプリでやったのは、実はレキュレーションの平野さん。ああそう、だから平野さんがまっとうな美術として、田島さんをやりたいと思って。やってくれた。いやだからその趣味がね、うん、ご自身が描かれる絵と僕がそのアペルに来た絵とは全然違うので、あ面白いなと思って見てたんですけど、もともとデザインやってるところもあって、あと現代美術、さっきの現代美術か絵画かみたいな話もあるんですけど、別に現代美術の絵画もそんなに矛盾するとは思ってはいないんですけど、その概念的なものばっかりに光が当てられることに対しては若干ちょっと今抵抗がある時期でもあるので、ちょうどここの企画自体がその中間的な部分、まあ愛とか言ってるし、あの絵持ってきてねって言ってあのなんかその辺でなんとなく参加したいなっていうのはあります。ありがとうございます。いやここにかけた理由っていうのは、なんかこの柱の感じと、あ一番柱のそうで、その後こっち増えちゃったんですけど、僕がこれ持ってきた時にちょうどここに3点あって、でここのギャラリーの方にこの壁にお願いしますって言われたんですよ。そうなんですか。そうそうそう。でこの壁にお願いしますって言われた時にすでにここに3点あったのを見て、ここにもらうから、そうここは無理だって思って、でここもきついじゃないですか。でちょっと上に上がいいなって思って。なんか必然的にあの端も一回考えたんですけど、でもこの距離感覚でいくとものすごい端になっちゃうなと思って、でもこういうのもあるかなって思ってたんです。そういう感じ方知ってる人が、まあまあ、あの辺に少し、まあ、一応だからみんなこう遠慮して、そうですね、他の人も邪魔にならないように、そうそうそう、そういう感じはして、やっぱり電車の席取るのと同じで、やっぱりなんとなく、そうですね、そう、そうそうそう、そうなると、そういう感じがね、そんな感じです。はい、はい、ありがとうございます。次は他にも、あ、はい、ここにあります、あ、私ちょっと見たかった、いいですか、大丈夫です、あ、あの私が出させていただいたのは、あの娘がまだ大学2、3年出てまで2、3年で、はい、でこういうのがあるから何かいいって言って言われて、はい、私は私は1971年にエリザベートを出して、だからだいぶ古いんですけど、猫、まさに愛するもので、はいはい、私好きなものしか描けないんですよ。好きじゃないものってどうしても描けない、はいはい、だから猫が好きなんで、今猫が飛ぶって電話で描いてます。猫は好きなの分かるんですけど、これは猫鳥って書いてあるんです。猫を飛ばせたいんです。本当はうちの猫すごい乱暴で、はい、あの飛び回るんですよ。あのご自宅の猫ですね、すごい飛び回るんです。足辺のとこなんですけど、それはちょっと離れてるとかしてみたので、ずっと絵はじゃあその絵は子供が下の子が3年生になったので、はい、また再開して、あそれでもう何年か、じゃあこのサイズもたくさん描かれてるんですか。
割と大きいの書いてて、いつもグループに所属してるわけだとか、その辺書いて、ちっちゃいのってあんまり書けなくなっちゃって、やっと小さいのが少し書けるかなって気がしてきた。これじゃあ最近の、そうね、1、2年前か。その100号じゃなくてこの絵にしようと思った理由なんか、まあやっぱ持ち運びにくいとか、そうですね、実際大きくなっちゃった。まあそうですよね、持ってくるの大きな絵を描くときも猫なんですか。猫入れて、人間と猫を組み合わせて。人間と猫、人間と人間と人間と猫を組み合わせて。人間と猫は組み合わせて、いや、組み合わせてないですけど、はい、一緒にで、はい、人間に人間と猫を組み合わせて。だけど、こういう想像力を持っているってことは、僕らが今人間と猫って聞いてるのとは違う絵を描いてる可能性ありますよね。人間の手が猫の手とか、なんかこう、そういうのやりたいんですけど、なかなかそこまでいかなくて。ああ、百号だとなかなか。人間は人間の猫の猫で、その交流みたいな。いつも全然違うグループでやってたので、はいはい、まるっきり違うで、あ、まあそうですよね、世界に置いてみてどんなかなと思って、はい、どうでした学校が邪魔でした。あ、そっか、すごいなんか小さいから学校が大きくなっちゃったんです。でも意外と邪魔、絵には合ってるうちでは合ってるんですけど、ここだとちょっと邪魔だったかなと思って。他の絵とかを見てどう思います。みんな素敵ですよね。私はまあ、ね、オーソドックスな。あそこにも猫があったら猫がいますけど。ね、猫すごい。あ、そうですね。写真を感じます。猫の絵です。猫の絵です。猫の絵です。はい、ありがとうございました。じゃあ、ここら辺にいる、じゃあ彼行きましょう。はい、行きましょう。この部屋に、はいはい、自体を。結構最近知って、あの米コンテンツになってて、で、あの友達からその方がやってるようなことで、全コンテンツ切れちゃったと思われてそれの前回シリーズのこの前回の秋で、で今度こういうことがあるって知ったので、出そうと思って。え、普段毎日描いてる。大学で、筑波大学なんですけど、筑波大学留学で、1月に九州出身者っていうのをやったんですけど、1月先月、はい、その時に入ったやつをそのまま来て、大学の中にギャラリーがあって、あ、そこで九州出身の人たちの、はい、九州派だって収集派か。収集派だね。これは、絵もあれなんですけど、額は、そうですね。額は、あの、僕、花柄が好きで。花柄が好きで。そういうのを、どっか入れたいなって思ってたんですよ。ええ、絵自体とは、ちょっと離れてるんですけど、その、考えっていうか。ええ、それで、額に、布を巻くっていうのを思いついて、布屋さんで選んで、ボンドで貼って、こう額つけてして、自分では出るんですけど、その時は、あの、その大学でやった時は、合ってるとか合ってないとか、いろいろ意見もらったんですけど、どうですか。いや、合ってると思ってた。合ってるとか合ってないのがいいよ。あ、まあまあまあ、なんそれ。絵の世界と全然合ってないから逆になんかいいなっていう気がします。まあ他とも違うし。そう。ね、全然。あ、でもベーコンが好きなんですか。ベーコンはでも実際そんなに見たことない。ああ、まあ常設であるところぐらい。そうです。じゃあベーコンでは見に。はい、楽しみました。ベーコンでは全然関係ない。そうですね、そんなに。はい、ありがとうございます。そうだ、はい、取ってきました。はい、どうしよう、失礼しました。あ、これ、これです。はい、じゃあ、こっち。はい、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 は
普段は何を普段はお仕事のために出てて、で絵は高校生くらいの時に展覧会を大体1年の時間を最初に展示して展覧会をやってるんですか。で前は割とそもそも僕は前が好きで、でちょうど田中さんの文章を読んでて、今の作品を作る前にその予備校の子だったら松本修介が書いてあるみたいな、はい、そういう話を、僕もそういうのを好きな感じだったけど、その人なんでこういう風に言ったんだっていうのはすごい興味があって、僕自身もそういう油絵から出発して四角い油絵を描いてたんですけど、で次第に油から水彩を使うようになって、で元々構図を取るのがすごく困難というか、この四角い中に収めるのがもう予備校とか行ってた時からすごい苦手で、で何年か前にじゃあ後から紙消せばいいんじゃないかって、で足して書くようになって、でだんだんそれからじゃあ四角くなくてもいいよね、で四角くなくてもこれで正面なんか絵画の正面性みたいなのってすごい強いのも感じて、でも正面普段生活してて絵を正面で見るっていう、要するに数学のゼロみたいなもので、すごい特殊な状況です。本当は生活したらここら辺に絵がスッと正面しがって見えるっていうことがあるから、じゃあ正面から見えないでもいいんじゃないと思って、で前回去年展覧会をやった時に絵画ですとかの人たくさん見たら、みんな絵画とか絵っていう言葉をかたくなに避けるんですよね、なんか喋るときに。この絵って言いたくて、この絵、これセックンの子が目的っていうんですか、セックンのこういう絵もって言って、言いよどんでから立体造形もいいよねみたいな。言い直されるか。僕はだから今回絵ですって言って、絵画とか展覧してたんですけど、どうしてもその、絵って言ってくれないんですよ。まあでもどっか心の底でなんか普通にいい絵だねとか褒められるのはすごい嫌だったっていうか、嬉しい反面なんかいいですねってそうですよね、嬉しいけどまだなんかそのまま流れちゃったみたいな、でそういう部分も気持ちの中ではあったんですけど、でもあんまり言われてるとやっぱりこれ絵じゃないのかなっていうのはやっぱ由来できてて、で今回は絵画っていうことを言った展覧会だし、これで持ってっていいけるかなとかいけないかなとか考えながらやってきました。これ上に展示してあるのはなんかこうぶつかるから上にしておくと言われたんですか。いや自分で、あ自分で、それはじゃああえて上がそうですね、まあ下でもいいんですけれど、なんか全体がいっぺんに見えるのが絵画っていうのも一つのあれもあるし、で全体が見えないのは絵画じゃないのっていうところもあって、そういう意味でもこう正面から見たら横から見たら違っちゃうように作ったんですけど、例えばあのジュさんの全体に見えないですか。あ、でも絵画ですね、絵画見えちゃう、ね、はい、いいですか、はい、ありがとうございます。次いいこと、他はもう持ってきてる人がいない、いないいないですか、いないです、はい、はい、はい、あ、はい、ありがとうございます。どれですか、あ、じゃあ、ああ、うん、あの、あれなんですけど、あ、あの、友達と誰でも、はい、あ、一緒に、あ、一緒に、あ、そう、最終回です。小林さんと、小林さんと杉戸さんと最終回二人で書いてました。はい、あ、一枚目を小林さんに、そうですね、これと
あの行ってくる日も朝に大臣に通って電気を持って近所なんですか。近所か、ここの近所で。はい、そうやってらっしゃる。高校生とか高校生っぽいですか。大学生、大学2と3、そこは近いです。3人とぐらい。普段もじゃあ、では仲はいいでしょ。めちゃくちゃ早い。マグマグマグ。あ、じゃあこのために入った。あ、そうです。あ、なんか雨の雨の日を。じゃあ、それで。で、普段絵を描かない二人が、色彩の種類、全然違う色彩をできて。なんか、まあ僕が、キャバス、まあ、わっと回って。家にあったりとかして、絵描こうかなって思って、下地を作ってた絵とか、真っ白のパネルがあって、それとカタログからパネルがあって、買うのもあるんだけど、そのこうかなって。家にあったら、まだ手やろう。布とかそういうのもあった。はい、もともと油からなんで、今は油なんですけど、はい。ちょっとなんかこう、再現じゃないですけど、どうやって。こう、筆とかあって、今やって。あ、愛って感じがする。愛って感じがする。
次のその杉戸さんと小林さんは本当に2人喋んないけど絵で会話してるところがあって、それをまあ見たんですね。そうだ、見に行ってきたんですけど、本当にちょっと手入れてしばらくしてなんか小林さんが手が入ってるみたいな、止まってじゃあ次のだから将棋みたいなんですね。ああ、ありがとうございます。実は持ってきてる人がいるんですか。今持ってきた。あ、今いいっすよ。あ、いいです。なんかこれからイラストレーターで制作した絵 で、あの普段はムサビ、ま、あの4年生やってるんですけど、はいはい、で油絵を描いてて、あの100号とか結構で、でも最近そのイラストレーターで絵を描く仕事に目覚めて 3年ぐらい前なんですけども、でイラストレーターの線っていうのはなんかベジェ曲線っていって、うん、もう数値なんですよ ね、 そうですよね。写真とかあののデータだと全部こうベクターっていうかそういうのつぶつぶなんですけど、これの場合はもういくらもう無限に拡大してもなんていうか粗が出ないという永遠に綺麗な曲線のままで、でその線っていうのがすごい不思議っていうか、なんか永遠だし、あの時間で変化しない不変なものだし、しかも無限に拡大できるし、最小のものでもその想定可能っていう、でしかも全部想定の場合想定してるだけで、もうプリントしたらもう現実に負けてしまうというか、全部そのデータだからだけっていうのがなんか壮大で無限で、しかもデータしか存在してないっていうのがもう無意味というか、なんかすごいなんていうか、うん、壮大で無限で無意味だなとか。とにかくなんか興奮してますよね、今興奮で言うといやいや、そのまで今もできて緊張してていや、緊張っていうか、要するにこのイラストレーターで描く絵と絵の可能性に興奮してるわけでしょ。あ、そうですか、最近なんですか、ね、半年ぐらいで、はい、でその今言ってる、そのなんか割とこう言語にね、その無限がどの方って時間がどのこうのって言ってることと、このモチーフっていうのはどう整合性が取れる？なんていうか、なんだろう、最近その自分の絵がどんどんこう平面化していって漫画的になっていってるんですよね。その油絵でもこういう感じで絵柄で描いているんですけれども、なんだろう、そのなんか希望っていうののなんか強さというか、なんだろう、その自分の考えがあんまりこう入ってないからこそフラットになるとか強くなるというか、そういう感じな気持ちなのかもしれません。なんだろう、うん、そんな感じです。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まだ最後に、はい、他に、はい、はい、松宮と言います。はい、お願いします。雪の日という作品でドローイングです。これあのその場で描いてある？いや、あのちゃんと描いてあって、うん、あとまあ話させてもらってあのここに話す。ああ、そうか、はい、普段は何を？普段はあの、普通に仕事してるんですけど、はい、うん、じゃあこれに参加するために描いた。いや、なんか普段からそのドローもよくスケッチしてて、で前に1月でしたっけ、雪が降った日があったと思うんですけど、14とか15とかそうでしたっけ。あ、そうですね、そこら辺でちょっとあった雪だるまを描いたものです。あ、どうなんか写実じゃないけどそこにあった雪だるまを描いたらこうなったっていう。そうですね、実際の雪だるま。はい、あの、あった雪だるまを、あの、描きました。はい、それは、なんだろう、なんていうのかな、はい、かなり抽象化されてるんですけど。あ、そうですか、あ、そうですかね、そうですか。うん、はい、だって周りに何もないし。そうですね、言われてるか。スケール感が分かんないんですか。はい、大きな雪だるまか、ちっちゃな雪だるまか。そうですね、なんか建物とかって分かりやすいです。いや、でも、いや、いい世界観だと思うんですけど実際にどれぐらいだったんですか、雪だるま。いや、結
構大きかったですね。あのやっぱここ1メートルぐらいですか、結構でかかったりして。結構大きい方がいいね。はい、それがこう、これはこのイベント自体はどうやって、あ、なんかね、ここで見て、はい、それでこのムサキのホームページを見て、そうですね、そうですね。じゃあ割とその展覧、ここの展覧の小高さんの企画の絵画の展覧会何から来てた。あ、いや、この絵画のは、あの、初めて、はい、でもこのムサキさんがこういうスペースを持ってるっていうのは知ってる。はい、それはな、あ、じゃあ、前の年とかは見に行ってたのか。そうです、はい。じゃあ絵はあんま興味ないってことじゃない。いやいや、違う、興味あります。はい、今あるけど小高さんが選んだよね、絵には興味ない。多分ないと思う。でもなんかあの、はい、小高さんの展示の中で展示させてもらえるっていうのがなんかおもろいなと思って、はい、はい、って感じでした。このバッグまだ可愛い、ね、あ、猫ですよね。これ猫じゃない、猫じゃない。失礼しました。でも猫、あまり趣味が趣味ですか。はい、ありがとうございました。はい、他にはあります。あ、お持ちなんか、ああ、でしょ、あれ、あの水泳のやつ、そうですね、少し突然スーツ姿で面白い話ちらっと聞いたんですけど、どうぞ。もう皆さん前の方に、はい、これは、はい、まず復刻版なんですよ、はい、で98年に書いたものの、復刻なんですよね、はい、で元々98年のものはどこにあったの。あ、自分で書いて、はい、で最初あの山梨県で図画大会でなんか教育祭になんか小中学校美術大会とかにもあって、はい、毎年毎年それやってるんですけども、それ受賞しますと展示されたのが山梨県立美術館の県民ギャラリー、それでなんか先生がそれで1週間ぐらい飾られるんですけども、展示として、はい、まあ、今も教育祭続いてるんで、はい、県民ギャラリーに飾られて、はい、その後確かどっか転々としたらしいんですよ、先生が。なんかもしかしたらなんか美術とか図工の教科書に載るかもしれない、はいはい、それで小学校6年の頃に卒業する間際にこれが帰ってきて、はい、あの別の担任の先生なんですけども、これちょっと小学校に1年貸してくれないって言われて、あ、学校に飾りたい、はい、学校のあちこちにそういう絵が飾ってあって、はいはい、なんでそれが飾られるのか分かんなかったんですけど、はい、なんか教育祭の受賞者をみんなずっと飾ってて、なんか図工室とかに入れ替えたりしてたんですけども、はい、2001年貸して、で1年過ぎても別にその時に別に小学校だったから1年ぐらい貸すっていう、はい、なんか契約関係とかあんま疎かったんで、小学生に対して1年貸すとか、なんか学校関係のそんなのが、それにまあ後進の育成になるんだったら飾っていてもいいんじゃないかな。音楽室行く階段の踊り場に飾ってあったんですけども、どうも2004年頃になくしたらしく、本当に取りに行ったんですよね。あの状態聞いたのが2005年だったんですけど、なくしたらしく2004年。あの2005年聞いた時に、高校の頃戻ってきたんですけども、全然話聞いてくれなくて、そして追い返されました。2009年にちょっと大学の授業でちょっと自分を振り返るデジタルストーリング経由に紙芝居みたいな表現されるので、これ重要な役だったので、どうぞ返してください、返してくださいというか画像を提供してくださいみたいな。そしたら教頭先生が電話でなくしましたって2004年にで、すごい高専とかで、その時教頭先生口滑らせたの、口滑らせた話が全部他の絵も管理状態がずさんで、みんな卒業生とか連絡取ってないからって、結構なくしてる絵がいっぱいある。そう、なくしてるっていう言い方がややグレーですね。そうですね、処分してるって、うん、あのみんな分かんない、今職員会議開いて
図工室とかみんな探したんですけど見つからません。それ当時の担任、私の担任だったり、はい、小学校の年とか在学中の担任とか全部聞いて回ったんですけど、はい、見つからないすごいな。それでまあ2009年しょうがないから、はい、大学の時2009年開けて書き直しに、はい、もう一回書いたんです。思い出しながら、うん、だいたい構図だったりそういうのある紙の大きさだったり、あの当時それ、ね、あの撮ったやつがないんです。写真が1枚の当時のオリジナルですが、なので本当に記憶に頼りで、まあこれ無印のスケッチなんですけど、それ書きまして書いたり、だいたい構図があってるんですけど、色使いっていうのがよく分かってなくて、分かってない、分かってない、大体こういう色だっていうのは分かる、実物見ないとどんな感じで、それは記憶の限り実物もこう塗ってない場所があるってことなんですか、それとも思い出す、これわざと塗ってない、途中から今回わざと塗らなかった、なんでかっていうと、なくされちゃったから、そういう消失感手元にないから自分の消失感を表してみたい、もう帰ってこないわざと塗ってない、大体実際スイミングスクール通ってたんで、習い事で、まあ、こういう風な覚えてる、それを照らし合わせ、その大学でそれをなんとかなんとかテレビをやってた時には、それは美術とかではないんですか。私の学科がディズニーとかじゃなくて芸術学科、あの美学とか美術史とかのことがあったんです。デジタルストーリーっていうのデジタルストーリー、それは何だろう、これだからこう持ってきた時に最初だから子供の頃の絵を持ってきたかなと思ったんですけど、はい、その子供の絵の特徴っていうのあると思うんですけど、はい、今清水さんが、はい、今でも2009年でも絵を描けって言われたら違う風に描ける、今描いてもこういう感じになるんです。あ、今と学校違う学校とか行きますっていう、まあ、あんま大して変わってない、ね、変わってない、あのずっとこれ水彩絵の具で描いてるんですけども、その絵の具と水彩絵の具の道具っていうのがずっと小学校から入学した時のままで、小学校1年の頃の筆ずっと使ってるんですよ。だからこれも描いたのも同じなんです。初日使った描いてましたよね、はいはい、あの初日にあの絵を持って近代美術館からここまで歩くっていうのをやったんですけど、それにも参加してくれてたんですが、あれはどうでしたか、あれはどうでしたか、あれはどうでしたか、あまあ思い出すと、あこれってなんか大和手線時期みたいな感じで、ああ、すみません、次の人は山手線時期、はい、どうもありがとうございました。